どうも、おはようございます。カステラチャンネル、豆腐です。ケンケンです。というわけで今回は、パワーオブエレメンツ、こちらの段になぜか、エレメンタルヒーロー、ネオスの新規が収録されますので、こちらの方どんな動きするのかなっていうのを対戦形式でご紹介していこうと思います。というわけで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ケンケンの先行。オッケー、どうぞ。手札からギギット魔法召喚。お、そして新カード。クロスフィーバーの効果発動。このカードは手札フィールドから墓地に送ることで、手札墓地からエメタルヒーローモンスター、またはネオスペーシアンモンスターを1体特殊召喚ができるので、アクアゾルフィンを特殊召喚。そして、ネオスフュージョンを発動。デッキからエレメンタルヒーローネオス、そしてフィールドからリゲットマンを墓地に送ることで、エクサデッキからレベル7、エレメンタルヒーロー、ブレムネオスを特殊召喚。そして、エレメンタルヒーロー融合モンスターが特殊召喚成功したので、墓地のクロスキーパーの効果発動。お、どういうことか。このカードは墓地から除外することで、デッキから2枚ドローし、その中の1枚をデッキの下に戻します。そして僕はターンエンド。オッケー、トークンさん、ドロー。エンゲージモアスペースを手札から発動。なんすかそれは。手札及びデッキから1枚ずつ、ネオスペーシアンモンスターとエレメンタルヒーローモンスターを墓地に送ってこのカードを発動します。手札のグランモールとデッキからシャドウミストを墓地に送って、デッキからエスペーシアンモンスターまたはレベル5以上のエレメンタルヒーローモンスター1体を特殊召喚し、さらに融合を手札に加えることができます。おぉ。で、デッキからスピリットオブネオスを特殊召喚、さらにデッキから融合をサーチしてきます。なんすかそのネオスは。新規のネオス、かっこいいね。はい、ではこのまま、今特殊召喚したこのネオスの効果と、シャドウミストの効果が発動します。1、2で組みます。シャドウミストの効果でデッキからヒーローモンスターをサーチができるので、この効果でエアーマンをサーチしてきます。ネオスの効果で、エレメンタルヒーローネオスの名前が記された魔法トラップカードをサーチができるので、これでインスタントコンタクトを手札に加えます。おぉ。手札からインスタントコンタクト発動、1000ライフポイントを払って、残り7000、レベル7以下のエレメンタルヒーローモンスターを召喚条件を無視して特殊召喚できるので、この効果でフレームウィングマンを特殊召喚していきます。もう懐かしい。懐かしい。バイフベッドカード。さらにスピリットオブネオスの効果発動、自身をデッキに戻すことでデッキからエレメンタルヒーローネオスを特殊召喚していきます。あ、ネオスに戻るんだ。はい。さらに融合発動、フィールドのフレームウィングマンおよびネオス2体のモンスターで融合召喚。何が来る。さあ出てくるぞ。新規モンスターエレメンタルヒーローシャイニングネオスウィングマンを融合召喚。うわ、かっこいい。OK。で、さらに融合召喚成功時に効果発動。もう何すか。このカードが特殊召喚に成功した場合に、フィールドのモンスターの属性の種類の数まで相手フィールドのカードを選んで破壊できる。今光属性と水属性2種類がいるので、こことここを破壊したい。何？マジか。墓地のネオスフュージョンの効果発動。このカードを除外することでブレムネオスは破壊されない。オッケー、残るわけね。さらにネオスは墓地のモンスターの種類の数かける300枚の攻撃が当たるので、今4枚なので4300。4300？ やば。で、さらに手札の V ヒーローパリスの効果発動。手札のリキッドマンを捨てて自身を特殊召喚。特殊召喚成功時、デッキから V ヒーローモンスターをセットすることができるんで、インクリースを魔法トラップカード扱いとして発動。で、インクリースの効果を発動、フィールドのモンスターを1体をリリースして自身を特殊召喚。特殊召喚に成功すると、デッキから V ヒーローモンスターを特殊召喚することができるので、これでも特殊召喚。バイオンの効果発動、デッキからヒーローモンスターを墓地に送ることができるので、さっきデッキに戻したスピリットネオスを墓地に送ります。さらにバイオンの効果発動、墓地のモンスターを除外して、パリスを除外して、融合をサーチしてきます。じゃあこっちも使っちゃおうかな。クロスキーパーの効果発動。このカードを手札から墓地に送って、手札からエアーマンを特殊召喚。墓地から特殊召喚すると効果は無効になっちゃうんだけど、手札からの場合は使えるので、エアーマンの効果発動。デッキからヒーローモンスターをサーチしていきます。この効果でバイオンをサーチしておきます。ではさらに融合発動。エアーマンとインクリース2体のモンスターで融合召喚。エレメンタルヒーローサンライザーを融合召喚。もうサンライザー。ではサンライザーの効果発動。デッキからミラクルフュージョンをサーチしたいよっていう効果を発動するんですが、さらにクロスキーパーの効果発動。エレメンタルヒーローモンスターの特殊召喚に成功した場合、2枚ドローして1枚デッキの下に戻すよって効果があるので、1、2で発動したで2枚引いて1枚デッキの下に戻します。そのままミラクルフュージョンもサーチしてきます。さらに手札からミラクルコンタクトを発動。墓地のエレメンタルヒーローネオスシャドウミストをデッキに戻して、2体のモンスターで召喚条件を無視してブレイブネオスを特殊召喚。おお、そちらもブレイブネオス。ブレイブネオス立てるよ。さらにミラクルフュージョンを発動。墓地のフレームウィングマンとリキッドマンを
除外して2体のモンスターで融合召喚。どんどん融合していく。エレメンタルヒーローアブソルートゼロを融合召喚。また懐かしいの来たな。さらに今融合召喚の素材にしたリキッドマンの効果が発動して、2枚ドローして1枚捨てます。じゃあこの効果でバイオンを捨てます。さっきさっきですね。じゃあ手札からネオスフュージョンを発動。デッキからエレメンタルヒーローネオス、アクアドルフィンを墓地に送って、エレメンタルヒーローアクアネオスを特殊召喚。めっちゃ召喚する。でこの時点でシャイニングネオスウィングマンの攻撃力は6000。 6000? やばやば。じゃあバトルフェーズ、サンライザーの攻撃力はフィールドの属性の種類の数かける200倍とこういう上がるので3100になります。3属性いるからね、600上がります。じゃあそのまんまブレイブタック。ルーネオスは墓地に3体いるので打点300上がって2800、300いきます。 OK、 300ダメージ受けろ。残り7700。 OK。 じゃあさらにブレイブネオスでダイレクトアタック。攻撃宣言時手札からスピードオブネオスを特殊召喚。あ、そういう効果もあるわ。じゃあブレイブネオスでそのままアタック。ふふん、このカードは戦闘では破壊されない。 OK、 めんどくさい。OK。 じゃあシャイニングネオスウィングマンでアタック。アタック宣言時サンライザーの効果が発動して、何エレメンタルヒーローモンスターがアタックした時にフィールドのカードを破壊することができるので、これでネオス破壊していきます。嘘でしょ。 OK、 さよなら。マジか。じゃあそのままダイレクトアタックに切り替わって、ダイレクトアタック6000。6000。うわ、残り1700。 OK。 そのままじゃあアブソルトゼロ2500アタック。うわー、ありがとうございました。あらわしさ、サンライザーそんな効果あったのか。うわ、6000はでかいわこれ。そうね、すぐでかくなるからね。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。で、まあこれが新規のネオスを入れた動きになります。まあお互いに今新規のネオス使えてたから、なんとなくこんな動きするんだろうなっていうのが分かったかなと思うので、ぜひね、それ参考に組んでいただければいいかなと思います。というわけで新規を生かす形で今回デッキ組んでみましたので、ぜひこちら参考にして興味がある人は組んでいただければなと思います。というわけでお相手はトーフとケンケンでした。じゃあ明日またお疲れ様でした。